こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は、菊を取る通りのもと悠然として南山を見るです。これは陰州20州のその後の一節で、桃園名がことのほか愛したものは酒と菊であったといいます。東の垣根のもとに咲いている菊の花を倒りつつ、ゆったりとした気分で南山を見上げるということ、煩悩妄想の跡形もない悠々自適の大観心のことを表します。それで今から菊を取る通りのもと悠然として南山を見るを書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。